今や三笘はプレミアリーグの一つの目玉となっている。三笘が所属するブライトンがリーグの台風の目であり、そのブライトンの目玉が三笘だからだ。そんな中ブライトンはライバルチームであるクリスタルパレスとの対戦が相手ホームであるセルハーストパークで行われる。このスタジアムは多くの強豪クラブを苦しめてきた要塞であり、三笘含めブライトンのイレブンにとっては難しい場所となると言われているが、それでもこの試合での三笘の活躍をブライトンのファンや関係者のみならず、プレミアリーグの関係者も期待しているのだ。そして何よりも対戦するパレスのパトリック・ビエラ監督は三笘の存在を警戒を示している。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。ブライトンで圧倒的な活躍を残している日本代表フォワード三笘薫がプレミアリーグでも屈指の熱さを誇るクリスタルパレスとのダービーマッチに臨む。 FA カップ4回戦での強豪リバプールとの一戦、プレミアリーグ第22節でのボーンマスとの対戦と、2試合連続で試合終了間際に決勝ゴールを決めている日本代表選手は、激闘の予想されるダービーで輝くことができるのだろうか。現在好調を維持しているブライトンにおいてエースになっている三笘については、大学出身というキャリアも含めて大きな注目を集める存在となっている中、プレミアリーグ公式サイトは現地時間11日に行われるクリスタルパレス対ブライトン戦について、三笘が絶好調を維持できるかと特集している。クリスタルパレスとブライトンの対戦は両チームの本拠地をつなぐ M23 という高速道路にちなんで、M23 ダービーと呼ばれる。両チームのホームスタジアムが地理的に非常に近いということもあり、ファン同士のライバル意識も高い。加えて過去にはプレミアリーグ昇格をかけた試合でも対戦しており、因縁は十分だ。そのためこの両者の対戦は荒れることも多く、昨シーズンのクリスタルパレスのホームで行われた試合では両チーム合わせて7枚のカードが出るなど、その熱狂ぶりは健在である。そんな歴史のある一戦を前にリーグ公式サイトはこの試合をおそらくプレミアリーグで最も奇妙なダービーと称した上で、三笘薫にとって素晴らしい得点の調子を維持する新たなチャンスと日本人ウィンガーの活躍に関心を寄せている。ブライトンは2023年に入ってから公式戦6試合で5勝1分とチームとしても絶好調だが、前節のボーンマス戦は1対0で新勝だった。この試合でも決勝点を挙げたのが三笘だったこともあり、記事では三笘が87分に介入するまで彼らはボーンマスの守備を破るのに苦しんでいたと、その重要さが強調されている。三笘個人も2試合連続で試合終了間際の劇的ゴールを決めており、初出場となる M23 ダービーへの準備は万全である。熱い試合が予想される中、日本代表フォワードはクリスタルパレスの守備陣に対してどのように仕掛けていくのだろうか。当然のことながらクリスタルパレスの陣営はここ数試合好調をキープしているブライトンの勢いには強い警戒を示しており、中でもブライトン22番フォワード三笘薫には要注意人物としてマークをしている。それでもクリスタルパレスの右サイドバックはスピード不足が否めない状況にあり、三笘にとっては優位に戦うことのできる相手だと言われている。クリスタルパレスの監督のビエラ氏は試合前のインタビューで、今のブライトンは非常に厄介な相手だ、監督がデゼルビに代わってから以前よりもポゼッションが上がるなんて誰が想像しただろうかと警戒のコメントを発していた。その上で、ブライトンのポゼッションは独特だ、取りに行けば剥がされ引けば押し込まれる、そして三笘にボールが渡ると支配が始まってしまう。以前はファーガソンを警戒しておけばなんとかなったが、三笘はファーガソンよりもさらに厄介だと、ここまで三笘の活躍に警戒を示してる。今回のクリスタルパレスとの試合でも日本代表フォワードのスピードを生かした裏抜けや鋭い切り返しからの縦突破には期待の声が多く寄せられている。カタールワールドカップによる中断から明けて以降、ブライトンはリーグ戦6試合で4勝1敗1分と好調を維持し、現在勝ち点34で6位という好順位につけている。5位のトッテナムとは勝ち点差5ながらも消化試合が2試合少ないため、ブライトンの方が優位に立っていると言えるだろう。このままいけばクラブ史上初の欧州カップ戦出場を手中に収めることも夢ではない。この試合でも三笘の活躍には大きな期待がかかる。
ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。クリスタルパレスは順位が低いので今のブライトンならば問題ないだろうと思っていましたが、そんな簡単な試合ではないようですね。でもヨーロッパーグやチャンピオンズリーグの出場枠を得るために勝ち点を積み上げてほしいです。ブライトンのサッカーが見ていて面白いのは選手のプレーに迷いがないから。誰か入ってきてほしいと思うスペースに必ず選手が入ってきたり、パスを出した後も常に動いてフリーの選手を作り出してる。ポゼッションサッカーを破壊したゲーゲンプレスを無効化するポゼッション。それを短期間でここまで戦術浸透させることができるデゼルビはちょっと異常。三笘の突破力もすごいけど、その能力をフルに引き出してくれる最高の指揮官に巡り合ったのかもしれない。三笘にボールを渡すのが最終目標というのは言い過ぎだけど、戦術の一つとして機能しているね。三笘を中心に見た時はその通りだけど、それだけではなくさらに中央、右、左とそれぞれ優位性を持った攻撃パターンが成立しているのが今のブライトンだ。今や日本のサッカーファンにとって楽しみの一つになっていることは間違いないでしょう。三笘薫選手の試合が間もなく始まります。今回はライバルのクリスタルパレスとの一戦です。パレス自体、現在の順位は12位と、現在好調をキープしているブライトンにとっては負けることはまずないチームと見られています。ただサッカーはチームスポーツです。負ける党は割れていないチームだからこそ、相手チームは勝利に燃えるわけですし、何が起こるかは分かりません。それでもこの試合でも三笘選手の活躍には大きな期待をしてしまいます。アベマも三笘選手の放送は無料で実施してくれていますから、今まで以上に三笘選手の活躍に対しての期待感は高いのではないでしょうか。クリスタルパレスの監督も今の三笘選手の活躍には強い警戒心を示しています。この試合でもまたゴールを決めてしまうのでしょうか。この点が何よりも気になりますね。期待をしましょう。